中島選手が呼ばれました。放送席、放送席、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは7回先制タイムリーを放ちましたファイターズ中島選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずはあのタイムリー振り返ってもらいたいんですが、ピッチャー変わってのあの場面、どんな思いで入りましたか？本当に、翔平が、いいピッチングしてたので、なんとかここで1点取りたいなと思ってたので、もう積極に振っていった結果が、いい結果だったので本当に良かったと思います。あのタイムリー打った瞬間はどうでしたか？嬉しかったですね、はい、笑顔がこぼれてましたね。そうですね、あのチャンスで全然打てなかったんで、まあ、去年も、森内さんから全然打てなかったので本当に、嬉しい一打でした、はい。まあ、大谷選手、先ほど言われましたけど3連勝に導いた本当に価値ある一打でしたよね。本当に翔平が、粘って、まあ、いいピッチングしてたので、なんとか勝たせてあげたいなと思ったので、本当にあの1点大きかったかなと思いますね、はい。そして中島選手、今日はこのスタジアムにご両親も応援に来ているそうですね。そうですね、あの昨日も見に来てたんですけど、いいとこ見せれてよかったかなと思います、はい。その応援も力になったんじゃないですか？そういうことにしてますか、はい。では最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。これから、2位に落ちることなく、このまま首位でいきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。今日のヒーロー中島選手でした。まあ、本当にあの場面は値千金の一本一打でしたね。そうですね、やはりあのピッチャーの代わりっぱなの初球、はい、これをしっかり叩けたということが、うん、まあ、いい結果にもつながった、はい、ということも言えますしね。そうですね、まあ、価値ある一打でしたよ。まあ、本当に今日は投手戦、あのどう転ぶかなという展開の中で、このスタンリーチ大谷の投げ合いというね、まあ、行き詰まる投手戦ではあったんですが、はいはい、あの7回の決勝打、この中島選手がタイムリーを放っています。